楽々ミクロマクロ経済学入門、計算問題編の76ページ、最大の税収の計算問題について、説明をいたします。こちらの方を用意してください。76ページには、このような問題が、出ています。問題文の中では、重量税を課した時の、税収が最大になるような1個当たりの、税額はいくらですかというようなものです。まあ、1個当たりの税額、まあ T 円だとするとこの T というのを、まあ、求めていくということになります。税収が最大ということは、税収っていうのはこう何らかのこうグラフがあったとして、最大っていうのはてっぺんなので傾きゼロになっているはずです。ですから、方向性としては、税収税額を求めるような式を作って、それを微分してゼロと置くと、微分してゼロであればその時が最大になっていくというような形で、まあ、方向性がつかめるはずです。それでは、いきなり問題の方を解いていくことにしましょう。で、解いていきながら、少しずつグラフを書いたりですね、イメージしていきながら、まあ、その結論へと、導き出していきます。まず、需要曲線と供給曲線が与えられています。 D イコール S イコールという形で与えられています。これをまず、問題として使えるような、ものにしていきます。 D イコール、200マイナス P、 S イコール、P マイナス100という形で、それぞれ需要曲線と供給曲線が与えられています。このままの D イコールの状態では、使い物にならないので、必ずこれらは、P イコールというような形に書き直す必要っていうのが出てくる。で、P イコールの形に書き直します。P イコールマイナス D プラス200です。こっちの方も P イコール S、プラス100という形になります。で、ここで言っている、D とか S、 要するに需要量だとか、供給量っていうのは、これは、まあ、一致することになるので、両方 X に、揃えることにしましょう。に、揃えることにします。そして P イコールマイナス X プラス200です。こちらの方が、P イコールX プラス100という形になります。で、ここまで整理をした段階で使えるんですけれども、この問題の場合、重課税を課すということになっているので、1個あたりの、税額を T 円だとすると、これが、課税前の供給曲線、課税前の、供給曲線だとすると、課税前、課税後だと供給曲線は税額1個あたりの税額分だけ情報にシフトをすることになります。したがって X プラス100プラス T ですね、プラス T、 この部分が入って、これが課税後という形になります。このように2本の供給曲線を用意をする必要が出てきます。こんな形ですね。で、まあ、ちょっとこの、あの式で書いて、そのまま、まあ、皆さん方は持っているかもしれませんけれども、あの一応予備として、グラフを書いておきますね。ですね、この状況で、どんなことになっているのかっていうと、今のこの状況です。こんな形をイメージします。価格と横軸需給量 X です。で、需要曲線がこういうふうにあって、需要曲線が P イコールマイナス X プラス200です。こんな感じですね。で、供給曲線が、課税前が P イコール X プラス100です。で、課税後は、この供給曲線をT だけ情報にシフトするので、課税をすることによって供給曲線こうやってシフトをするので、これが、P イコール X プラス100プラス T になっているはずです。
こんな形ですよね。で、今の、状況っていうのはどういう状況なのかっていうと、ここから税金、税収がというふうにあるように、税収を面積で求める必要があります。したがってこの高さ分だけが1個あたりの税金 P です。まあ、これを求めろっていうふうに言ってるんですけども、この1個あたりの税金分だけ情報にシフトをしています。まあ、この高さでもいいし ここでもいいですよね。どっちも同じになりますよね。ここです。で、横が今わからないんです。この面積が、これが税収ということになります。こんな状況になっているはずです。で、ここがいくらになるのか、この長さを求めてしまいましょう。で、この X の長さはいくらになるのかっていうと、課税後の供給曲線と需要曲線との交点から導出をすることができるわけです。ここの長さをこれから求めていきます。そうしたときに求めるのは P イコールマイナス X プラス200という需要曲線です。それと P イコール X プラス100プラス T というような、これが課税後の供給曲線です。この2本の方程式から、この X を求めてください。そうすると、マイナス X プラス200イコール X プラス100プラス、T なので、2X イコール100マイナス、T です。ですから、X イコール50マイナス2分の 1t というふうになります。こんな形になるでしょう。したがってここの長さが50マイナス50マイナス2分の 1t というふうな形で表されるということになります。つまり税収はどういうふうに表されるかっていうと、ここから面積で求めることができるので、税収、大文字の t にしておきますね。税収 t はイコール、高さかける長さ50、マイナス2分の 1t という形で、求めることができるはずです。まあ、括弧を外しておきましょうか。括弧を外して、マイナス2分の 1t の2乗プラス、50t になっています。この形です。で、税収が最大ということを言っているので、これを微分して、これを微分して0と置けばいいですね。この形でやっていきます。これを微分して0と置いてみてください。そうすると2分の 1t の2乗プラス 50t、 これを微分します。そうするとどうなるのかっていうと、肩の数字を前に掛け算して肩の数字から1を引きます。ですから t の1乗に t の1乗という形になるはずです。したがってここの t はマイナス t になるはずです。そして t の1乗を前に1を前に掛け算して1から1を引くので0乗になります。 t の0乗は1なので 50×1 になるのでプラス50になります。イコール0です。こんな形ですね。したがって t イコール 50t イコール50という、 t って何かっていうと1個あたりの税額でしたので、50の時がいわゆる税収が最大になるということで、4が正解ということになります。